うわー広おしゃれ。まあここに座れってことですよね。そうですね。どっち座る？どっちでもいいよ。俺奥でいい？うん。うわマジか。よいしょ。なんだなんだ？差しトーク。何も決めてないね本当にね。ね。なんか自分らだけにされると改まって緊張すんな。そうだね。こんなにカメラあるところでさ、うん。二人でね、こんな静かなところで喋るなんて。ね。ないよね。何喋るか。何喋ろうかな。最近どう。最近？うん。ちょっとだけ筋トレやってる。ああ。キラキラしてる人っていうかさ、うん、ダンスうまいなとか、うん、この人の歌好きだなって思った人、うん、脱ぐとみんな引き締まってんだよ。みんなそうだよね。そう。正直俺やりたくないのよ。いやわかる。そうやりたくないんだけど、それをなんか。続けるのもなんか大事なのかなって思って、うん、椿君ほどじゃないけど俺やってる。俺絶対言わないようにしようかなと思ってたけど。何何この際だから言うけど、うん、俺も鍛え始めました。やっぱりさ、新と言ったようにさ、うん、なんかこのパフォーマンス、この人たちのパフォーマンスすごいってなった時に、漏れなく筋肉必要なんだよ。うん、あのね、体がね、怠けてる人見たことない。いやそうだよね。こっからもっともっとステップアップしていくためには、うん、同時並行で筋トレ、あそう、体の体幹とかをつけていかないといけないなっていう、うんうん、俺もそういう意識かも思って、うん、やっぱ始めちゃったよね。わかるわかる、すげえわかる。あとなんかさ、まあ、この動機は不純かもしれないけど、筋トレしてる時間ってさ、うん、自分のことをなんだろう、痛めつけてるじゃないけど、うんうんうん、自分を苦しい状況にさ、うん、してるわけじゃん、うん、だからなんかその時間は頑張ってたって後々思えるっていうかさ。そうだね、わかるわかる。あれだよね、もう俺うわ行きたくないって思いながら行ってんのよ、うん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 、だからそのやってるうちの1時間ちょっとなんか自分を見つめ直せる時間っていうか、うんうんうん、で、新とでも最近あれじゃん、マネージャーさんにさ、うん、俺背中の体つき変わったって。あ、言われてたよね。ね、あれ嬉しかった。急に褒められたらさ、それは変わったってことだ。そうだ、変わったってことだよね。いや、マジ辛いんだよ。辛い。本当に辛い。いや、これちょっとコアな話になってきちゃうけどさ、うん、アルゼンチンスクワット、いや、どこだっけ、なんか、どっかの、あ、なんだっけ。あ、なんか、あれでしょ、なんか、ちょっとさ、こういうやつとか。あ、そう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 。あれ、マジでやばかった。やばい。正直、戻しちゃう人いるんで、気をつけてくださいみたいな。その時はもうあれお手洗いあるんでみたいな、うん、そこまで準備されてて、いざやったらどんなジム、どんなジム行ってんの？結構厳しいの。いいじゃん。体験からめっちゃ厳しかった。うわいいね。そう、後で教えてそこ。でもさ、それで言ったらさ、新田がさ、そのちょっとジム行こうかなって言ってる時にさ、うん、なんか一緒に頑張ろうよみたいな、俺はね、うん、なんかこう仲間がいたら頑張れるとこあるから、うん、って思って聞いたらさ、新とさ、いや一人でやりたい言ってたじゃん。うん、俺は多分二人だと行けちゃうのよ。嫌なことでも、うん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 、例えば、今日筋トレしたくないなって時でも、ガチャンと行くってなったら、うん、行けちゃうの俺、うんうん、全然よっしゃーって行けるんだけど、一人だと嫌なのよ、うん、行きたくないから、うんうん、でもその状態で頑張れてるからこそ、うん、まあ、小さい、うん、何積み重ねっていうか、うん、自信にもつながっていくかなって思って、うんうんうん、あえて行きたくない状況を作ってる。なるほどね、うん、俺はもうめちゃくちゃ嫌な状況でやった方がなんか身になってる感じ。じゃあさ、俺も今そのマインドなのよ、うん、あ、そうだ、そうだ、怖いなっていう、うん、だからもしお互いに、うん、もう本当に行くのしんどくなる、通うのしんどくなるマインドになったら、うん、一緒に行けるようにしよう。そうだね、確かにそりゃそうだわ、うん、いいね。歌も相当歌ってきたじゃない、うん、どう、なんか変化あった？
デビュー前と比べて。あーでも根本俺声にコンプレックスあったから、うん、なんか通らないとか、うん、まあ、それこそグループ組む前とかは、うん、まあ、7人で集まってたとしても、うん、声質が違うからさ、うん、通らない声だったら、うん、同じとこ歌っててもなんか自分で聞いててあなんか芯通ってないなとか、うん、まあ、もともとなんだキーも低いからさ、うん、もうちょっと高くて、うん、なんかこう余裕そうに歌えてる方がいいなとかっていうコンプレックスはあったけど、うん、たくさんね、ありがたいことに曲も出させてもらって、うん、こうレックとか繰り返してるうちに、うん、なんかこう自分の歌の居所じゃない、うん、そういうのを見つけられた気はする。なんか型できたよね、なんか感じするよね、うん、ガチャンね。サビのところとかも下ハモ、うん、下ハモっていうかオクターブ下、うん、歌ったりとかっていうその奥下っていうことをできることによって、うん、なんか自分の居場所じゃないけど、うん、いやだからさ、俺もピンキーのみんなに本当にいいイヤホンで聞いてほしいのよ。わあ、本当にもうちゃんといいイヤホンで聞くと、うん、マジでガチャンの声聞こえるのよ。聞こえる？聞こえる。ちゃんとね、そのガチャンのこの下地が、うんうん、あ聞こえる？もう本当なんかバンドで言うベースじゃないけど、うん、いい仕事してんのよ、うんうん。大音量で聞いてほしい。あいいね。もうだそう聞こえるから、ね。そう大音量で聞いてほしい。新た的にさ、うん、今までリリースした曲の中でさ、うん、ここのタイミングだから言うなんかニッチな部分というかさ、なんかもう他で言ってないようなさ好きだなっていうなんかある。なんだろうな。俺の印象で新たは音楽、うん、その曲をすごく立体的に聴いてるっていうか。おうおう。だから新たって結構その曲、うん、一曲一曲をすごいよく聴いてんだなって思って、ね、俺もうなんか家で一人にいる時はもう音楽がないとダメなの、ずっと。だからもう些細な編曲のが変わる瞬間とかもすぐ分かるし、うん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 、まあ、その割には俺た、ま、結構歌ピッチ外したりとかするけど、いやまあそこはね、でも、うん、割と敏感かもね、うん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 、そうだよね。すごい多分聴いてる自信はあるかな、他のメンバーより。 IMP の IMP 好きでしょ。好き、ずっと言ってるよね。好き好き好き。あとアイガーリー好き。あーいいよね、うん、まあ、クルージンとかもう殿堂入りなんだけど、うん、他の曲もね、うん、もちろんね。強いて言うならアイガーリー好きだね。いやアイガーリーマジでいいよね。アイガーリー好きだね。俺ずっとなんかうるさかったよね、ごめんね。アイガーリーあの音源来た時めっちゃいいわ。あれね、あのアイガーリーの PV 撮り終わってさ、まだ公開されるまでの間もずっと言ってたもんね。これ優勝。俺さちょっと多分言語化できないと思ってたんだけど、多分、うん、ちょっとメルヘンな曲好きなのよ。あなんかこうコンセプト強めというかね。あそう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 、ちょいゴシックが好きなのかな、うんうん、ちょっと確かにアイガーリーのイントロは印象的だもんね。そうだね。これからどんな曲に出会えるんだろうね。ね。どの曲がさ、今以上にこう僕らを世界に連れてってくれるかなってさ、うんうん、わかんないじゃん。わかんない。クルージンかもしれないし、うん、新しい曲かもしれないし、うんうん、今ある曲のどれかかもしれないし、なんかワクワクするよね。ね。全曲自信あるがゆえに、うん、あのダンクとかさ、うん、他のアーティストさん聞いて。いろんな曲聴いてかっこいいなって思うわけよ、うん、でもそう思うたんびにやっぱ俺たちの曲いいなって思う、うんうんうん、俺たちの曲もすごいいいなって思えるから、なんかいい時間だった。その確かにダンクもそうだしヒーローズもそうだし、うん、切磋琢磨って言ったらちょっとおこがましいけど、うんうん、他のアーティストの方々とか、うん、その方々の曲を聴いて、うんはいいなって思ったりとか、うんうん、なんか逆に思ってもらえたりしてるのかなとか、うんうん、嬉しくない？ガチャンってさ、うん、どういうジャンルやりたい？どういう曲がさ好き？俺は、うん、イントロから掴まれる曲は絶対好き。あ間違いなくイントロ好きだなと思った曲は全部好き。あこれ神だな、神曲来たなってなったらもうずっと神曲みたいな。そうなんか、なんなら最初の一音で決まるぐらい。ああそうなんだ。
で割とこうアップテンポっていうよりはチルな曲が好きだから。俺もさ、あの 2B の、うん、あの YouTube 北山くんと話して、うん、まあ、割と俺ロックっていうか、うん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 、好きなのね。 VK とか、うんうん、全然 J-POP とか好きだね。 J-POP とか好きだけど、やっぱ自分たちでやるってなるとやっぱ話変わってくるじゃない、うん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 、やりたいことってそれとは別というかさ。だからなんかいっぱい聴いてる、うんうん、いろんな曲聴いてる。いいかもね、うん、全部好きだからさ。デビューした時間ある？いや、ないよ。ないよね。ないっていうか、そのなんかまあ俺もさ、後輩がバックついてくれたりとかさ、うん、それこそ配信されたりとかさ、うん、カラオケの広告出たりとかさ、うんうん、なんかいい意味でさ変わってないんだよね。そうそう、良いのか悪いのか分からないけど、うん、変わってないんだよね。だ逆にだからどのタイミングでこう実感できるんだろうね。うん、そうだね。7人で集まってご飯食べたじゃない、うん、変わってない。ずっと変わってないよね。ずっと変わらない気持ち、いつ実感湧くんだろうね。いや全く分かんないよね。うん、何をきっかけで先輩たちは実感をするんだろうって思うよね。そうだね。まあ俺らってやっぱり多分異質じゃん、そのデビューの仕方もそうだし、うん、まあそうだね。あの、まあ、この日本のボーイズグループの中ではやっぱりちょっとさ。確かに。でもなんか俺ららしい気がする。なんかそのそれが、うん、だからなんかね、俺らのそのスタートの仕方というか好き、なんかこういう感じでスタートできたのがなんか俺ららしくて、でしかもなんかクルージンっていうさ、うん、大きい船をイメージしたような曲でさ、うんうん、デビューしてなんかすごい良かったなって思う。まあ、他にないもんな。ないよな。でもこうやってなんかこんなさ素敵な場所を借りてさ、うんうん、YouTube やらせてもらえてるのもなんか、うん、デビューしたからじゃないって、まあそうだね、決して当たり前になってるわけじゃないけど、うん、目まぐるしくさ、うん、いろんなことを経験させてもらってるからこそ、うん、その一個一個目の前にあることに対してさ、うん、全力を注いでるからこそ振り返ってからしか見えない景色というかさ、うん、振り返って初めてあ、そっかって思うことも増えてきた気もする、うん、確かに成長してるかな。確かにしてるよね。確かにしてる。 IMP は現場に強いグループだと思う。それこそアウェイ、アウェイっていうの、アウェイなステージとか、うんうんうん、割となんか全然いけちゃう人たちって思ってる。確かに。なんかむしろワクワクしちゃう。確かに、うん、そこはなんか強みだなって思う。7人いることも強いよね。なんかグループのありがたみというかさ、うん、強みみたいの、うん、割と俺最近感じることあって、うん、3人だけでロケさせてもらったりとかさ、うん、なんか7人じゃない時でやるタイミングの時に7人のとかグループであることの強みみたいのをすごく感じる、うんうん、俺もわかる。俺も感じる。それこそパフォーマンスだけじゃなくてさ、うんうん、普通に MC とか、うん、まあ、こういう YouTube とかもそうだけど、うん、そうだね。で俺らなんかさ、うん、特にそうじゃない、うん、MC に関してはさそうだ、ね、モッティいての、うん、なんかてのそう、ね、つばくん影みなといてさ、うん、でなんかその成り立ってるとこあるじゃない。でもこの二人でこうやってトーク企画できてるのも俺成長してると思う、まあ、確かに。絶対デビュー前だったら多分もっとグダグダになってるというか、できない、できてないはずだと思う。どうすかどうすかって言って。てんてんてん。マジですね、そこ成長したと思ってんだけどな。確かに。あ、俺。あ、やっぱやめとこうかな。何？いや、めっちゃ恥ずかしいんだけど。うん。あ、これちょっと言うの恥ずかしいな。ちょっと待って待って、やめようかな。まあ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 。あの、マジで仕事関係ない。何？それはいいんじゃない？関係ないんだけど。うん。これ始まる前はあこの話しようって思ってたの、うん、めっちゃラブな感じで、うん、でも今ここまで話してみて話したい自分もいるんだけど、うん、いざ冷静になってみるとめっちゃ恥ずかしい自分が今葛藤してるの。そんな話ある？ある。いや、あのさ、バラエティ番組でさ、うん、
占いやったじゃん、うん、結構さ放送してないオンエアされてないところでもさ、うん、すっごい当てられたじゃない。そうね、シウマさんに、うん、で俺もうそのままトゥーヒーローズ行くのが嫌だったの。その気持ちのままね、そのままね行くの嫌だったから、うん、そのシウマさんにいろんな数字聞いて、うん、携帯番号を変えたんです、うん、はいはいはい、携帯番号を変えたんですよ。言ってましたね、基地数字にして、はい、いやその思い切りがすごいよ本当、うん、だってめんどくさいじゃん、いろんなとこに登録してるでしょ、それこそなんかさ、まあ、いろいろさ。ああそうだね、あでも意外とねもう全手続き15分以内に終わった。いやそれは多分新た気づいてないだけだよ。新たに電話しようとしてさ、うん、あれ佐藤さん繋がんない、もう使われてません、あれっていうの多分今後増えるそうだね、うん、で変えるんですか番号、変えるんですか。いやなんかね占いの結果よりめんどくさいが勝っちゃってる。あーそうか。でしかも、うん、これ初めて携帯買ってもらったのは小5の時だったんだけど、10歳11歳の時に。そんな、そん時から電話番号変わってないの。そんなおちびちゃんとか持ってたの。そう、なんかこうキッズ携帯みたいな。へー、だからその時に決めた番号でもうなんか馴染んでたから、あちょっと変えたくない気持ちもある。あちょっとね愛がね、わかるよ、ま、俺も単細胞だからこれじゃダメだってなって、これでトゥーヒーローズじゃダメだってなって、うん、もうなんとなくそのボイトレとか行った帰りに寄ったよね、うん、でもそれこそさ、そのボイトレとかジムとかにもさ登録してた番号また変えたわけじゃん。連絡した。お、すごいね。変えました。最近でも、うん、自分の今までの考え方とか、うん、やり方とか、うん、なんかこう馴染み切ったものを変えてみようみたいな習慣というか、うん、まあ、それこそジムの話もそうだけど、うん、今考えてるから、うん、電話番号変えるのもありかもしれない。今のガチャンはできる。変えれる。今のガチャンはできる。それこそその携帯の契約プランも変えようと思ってるよいいじゃん、いい機会じゃん。なんか、うん、ずっとそのめっちゃいい機会じゃん、うん、プラン変更シミュレーションみたいのやって、うん、あれって翌月から適用されるのね。あそうだね、今変えても5月からやっちゃうから、ちょっとめんどくさいなって思っちゃうわけ。なるほどね。そこで今止まってんだけど、なんかそういうなんか自分の中の変化じゃないけど、うん、をちょっとつけていきたい。まあ、それこそさ今25で今年26になるわけで、うん、もう20代も半分過ぎちゃうわけだから、うん、俺はなんか変えていきたいな。電話番号変えるか。変えましょう。いや俺もさ小さい頃から占いが身近にあったからさ、うん、すごいさ好きなのよ、うんうん、好きで変えちゃったね。今僕これなんで。どれ。え、俺の数字33。いいね、ゾロ目いいね。耳占いじゃないけどさ、うん、もちろん話変わっちゃうんだけどさ、うん、生年月日のさ、うん、数字を全部足すとみたいなのもあるね、うんうん、なんか好き、そういうの好きなの。俺も好きなの。好きで俺が、うん、1998年6月29で全部足すと、うん、え、何だった。44。え、44なの。そう、すごいじゃん。なんでなんで。すごいんだよ44って。なんで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 。11の人と33の人と44の人はすごいらしいよ、うん、マジ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 。そのゾロ目持ってる人は特別な人なんで。あ、そうなの。なんかいいことあるかも。だからなんかそのゾロ目とかに愛着あったりとか、うん、44に愛着あったりとか、うん、まあこれはあくまでも、うん、そうあくまでもね楽しんでるっていう。そう楽しんでるだけだよ。全然楽しんでるだけ。のめり込んでるわけではない。のめり込んでるわけではない、ね、のめり込んではない、うん、うん。まあでもさこの差しトーク、うん、意外と、うん、もっと喋れるな。
俺もっと大変かと思ったね、うん、なんとなくこんなこととかって考えてるようで考えてなかったけど、うん、全然いけるな、まあ、これはもう ここ、ね、ここの関係性だからなのかもしれないけど、まあねまあうん、またペア変えたら面白そうだ ね、 なんかね確かになんかまた節目が来たらまた半年後か1年後とかまたなんか、うん、そうねやれたらいいね、まあ、ということで、うん、ということでここで一旦ね、はい、カメラは止めて俺らまだあと1時間ぐらい話し続けるということで続けるっていう感じにしますか、うんうん、どこが使われるのかどこが使われるのか、はい俺らも楽しみに、楽しみにオンエアを楽しみにしてます。ではでは、さよなら。さよなら。